直人は、日本の男性ダンサー、アーティスト、振付師、タレントである。身長171センチメートル、体重66キログラム、長野県上田市出身、血液型 AB 型、田原俊彦専属ダンサー、レッドリボンのリーダーとして、田原俊彦のライブ、TV、ツアーまで10年以上にわたり、サポート、数々の振付をしている。2020年、 結成15年目を迎えたダンスチームリリカルサンクスリリカルサンクスのリーダー。またブランドファッションキラーアパレルのクリエイティブディレクターでもある。なおとオフィシャルサイトでは公式のファンクラブが存在し、ファンたちの名前はキラーズキラーズと呼ばれており、現在もブログの更新を続けている。2021年2月より自身の YouTube 番組 直人社長のキラキラ TV を週に1回程度更新している。長野県上田市出身。上田西高等学校卒業。中学生の頃 TV をきっかけに見よう見真似で踊り始め、最初はブレイクダンスをやっていたらしい。その後、高校生になってからは本格的にダンサーを目指す。周囲にはダンスをしている人がほとんどいなかったため目立っていたと周りは言う。 上田西高等学校卒業後東京に、上京後ダンスチーム、リリカル、サンクスとして、渋谷のナイトクラブをメインに、ステージに上がる。同時に、当時、田原俊彦バックダンサーをしていた、木野正人がステージを降りるため、木野正人の代わりに入る、一大ダンサーオーディションに見事一人合格。23歳より、ダンサーそして、振付師としても活動し、 ステージ全体の演出もするようになる。その後、2019年11月11日に、個人事務所、株式会社ファッションキラクリエイティブを設立。両親が離婚後、母親と離れて暮らしていたのもあったせいか、今も母のことが大好きであり、常に、節子への愛を語っている。実の父親は、高校時代に病気で高い。母親の再婚相手の養子として引き取られるも、 自ら地のつながり以上の家族と育ての親に大きな感謝をしている。趣味で DJ もこなす DJ 名は DJ トラブルボーイ。何でも挑戦がモットーな性格なため、とりあえずやりたいことには何でも挑戦するが、その反面飽き性でもある。辛いものが苦手で、とにかく BBQ が大好きらしい。数々の TV 番組に出てきた彼は個人で唯一呼ばれた。 探偵。ナイトスクープの出演以降いろいろ考え方が変わって、いったと周囲には話している。21歳の頃に、ナイトクラブで声をかけられ雑誌、ウーフィン等のモデルをしつつ、プロダンスインストラクターとして今も現在も、都内の大型ダンススタジオ、ノアダンスアカデミー等でクラスを受け持っている。プライベートでは、ダパンプのラップ担当の君、ラジオフィッシュの小平と仲が良い。 田原敏彦のライブではナオト自身がマイクを持ち、ナオトタイムが必ずあるという。2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。約10年間一緒にツアーを回っている、一流ダンサー、ナオトとねって作り上げてる。ダンサーのナオトがマイクを持ち、 ダンサーも応援してくれていることの感謝を。リリカルサンクスのナオと NHK ホールインナオとエスコート2マイワールド振付し、ありがとうございます。